それではここで10人の選手へある方々からメッセージが届いておりますのでご紹介をいたします。皆様どうぞ大型ビジョンをご覧ください。こんにちは、コンサドーレ札幌カップの西田です。ジュニアさん、9年間長い間お疲れ様でした。2003年に、あなたがフロンターレに来た時、衝撃を受けました。ただあなたが点をたくさん取っていればフロンターレは高校の時に簡単に上がってたはずです。かなりの数を外してくれたと思います。ただその後の活躍はですね、素晴らしいものがあったと思います。ぜひブラジルに帰っていくのか、日本でまたやるのか分かりませんけど、新しいところでまたぜひ頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうございます。
優しさ、忘れることないと思います。また機会があったら、ブラジルを一緒に行きましょう。川崎フロンターレ歴代監督、そして選手団のメッセージクイズ